マルゼミインタラクティブプルーフ第1部の「機械と人間のインタラクション」のショートムービー第4弾です。今日はあの時間の感覚と時計の話をしようと思います。でまあ前回見た視覚っていうのはあの目という感覚器官によって支えられてるわけです。ただ全ての感覚が 対応する感覚機関を持つわけではありません。でそうした感覚っていうのはあの生物が個別の感覚機関を発,展発達する以前から存在したものでそういう意味では古い機源を持ったあのプリミティブなものだと考えることができます。例えばほとんど全ての生物は時間の感覚を持っています。生生物は機関の中でできてるからですね。 毎日繰り返される夜と昼でも春夏さいという季節の変化でも生物の活動パターンは変わります。でもっと別な見方で例えば生物の誕生から死に至るまでのその生活自体も固有の時間サイクルを持っています。で彼らは自分がそのサイクルのどこにいるかを多分知ってるわけです。で 生物は時間を感じているとか寿命を知っているという表現に違和感を覚える人はいるかもしれません。まあそれも当然ですね。ただそれは感じることを特定の感覚器官の働きと結びつけたり知ることを特に人間そうなんですが脳の働きの結果として考えているからだというふうに僕は思っています。 で意識の層の下に広い無意識の層があるように感覚の層の下に意識的には感覚されないけれどもその意味では感じるあるいは知る以前の段階での認識が存在すると考えることはできます。まあここの認識するっていうのはどういう意味なんじゃというのはあの確かに議論はあるかもしれません。 まあ人間だってそうですね。朝起きてから、あの、長い時間が過ぎたのか、そうではないのかは、時を見なくてもわかりますね。で、誕生日を覚えていなくても、自分が若いのか、老人なのかは、体が知ってますね。それは、だから、感じる知る以前の、ある体制の感覚というか、体の感覚というのは多分あるのは事実だというふうに思います。で、あの、 まあ、そういうのを知る、感じる、認識するっていう言葉に、まあ、そういう、まあ、ある種の、あのー、曖昧さがあるのは事実なんですけれども、あのー、生物の時間の感覚の存在の根拠について、まあ、現代の科学はもっと割り切った言い方をします。で、生物は時計を持つというような言い方をします。 2017年のノーベル生理学医学賞は、ジェフリー・ホールたちの,あのサーガディアンリズムか外、外実リズムをコントロールする分子メカニズムの発見。まあ、これは要するに、あの分子時計、体内にあるあの体内時計を発見したということですね。で、 2009年のノーベル生理学医学賞はそれとはちょっと違うんですがブラックバンたちがテルメアとテ,テルメラアゼが染色体を保護するメカニロの発見に送ら,られていますテルメアが一定以上短くなると生物は分裂を停止してそれが老化やあの寿命に関係しているという議論があまあ、これははっきり確かめられたわけではありませんが テロメアのことを「死の時計」と言ったりしますね。でまああのまあ今言いましたようにはっきり確かめられてるわけではないのですけれどもあの例えばがん細胞のように無限に増殖を繰り返す細胞と普通の細胞との違いもこういうテロメアの働きの違いによって説明できたりでテロメアが短くなってあの 細胞分裂が止まってしまうってことを老化として考える議論というのはあの今もなされるまあ先ほど言いましたように実はよく分かってないこともあるんですがこれもある種の,あの生命が持つ時計にあの該当するものだというふうに思います。でテロメア自身はあの染色体 DNA の末端に付着する仕掛けなんですけれども結構複雑な形をしていて。 これは要するに、あの、染色体の、あの、副写が始まるときに最初に取り付く位置があるわけですけれども、そこから出発して副写が始まるんですけれども、で、そうすると、そこの部分自体は、あの、副写されないことになります。で、だから、その、副写を繰り返すたびに、実はその、ある部分は、あの、失われてしまう。どんどん染色体のリアナな短くなるんじゃないかっていう議論があって、それはどうもうまくないんですね。 だからテロマヤがあの死の時計かどうかは別にしてそういう染色体がどんどん短くなるって問題にあの彼らはきちんとしたあの答えを与えたというのが正確なことかもしれません。で、人間の時間感覚の話をしようと思うんですけれども現代の人間の時間感覚というのは独特ですね。 動物とははっきり違ってて動物の時間感覚はあの基本的にはその分子時計体内時計にってコントロールされているのに対して現代人は基本的には時時計という機械に依拠して時間を知りますで人間の時間感覚と時計これは機械ですね結びつきはあのこの数百年の間、まあ、これはあの生物の進化の歴史解明と,ととても短い期間なんですが。 ただこの人間の時間感覚と時計との結びつきはとても強いものになっていますで。今では僕の日にとって時計を考えることなしに時間を考えることはむしろ難しくなっていると考えていいだろうというふうに思います。で、機械の理由が人間の能力を拡大するというふうに考えれば人間ほど鋭敏な時間感覚を持つ 生物は存在しませんでその特徴の一つはそれが非常に正確であることもう一つは同時性という概念を発展させてきたことだというふうに僕は考えています。まあ、ここではまず人間の時間感覚の正確さがどういうふうに発展してきたかを考えてみようと思います。それはまあ基本的にはと実は時計の正確さの発展の歴史ですね。 時計の歴史は、まあ次見ますように、とても古いものです。ただ現在の時計は、ものすごく正確ですね。あの、一般相対論だと、時間の流れっていうのは実は一様じゃなくて、重力が強いところでは時間の流れは遅くなります。時計は遅れるんですね。ですから、重力が近い、地球の中心に近い海側、海岸と、重力が弱い、 例えば地球の中心から離れている山の上ではあの時の流れが変わりますで山の方が時計が遅くあの速く進むんですよねでそういう違いを実は現在の時計はあの検出できるぐらい精度が高いんですなんか特殊な時計だと思われるかもしれませんが実はそうではなくてほとんどの人が現在持っている GPS 付きの携帯 というのはまさにそういういい時計の機能を持ってるんです、ね、で、そういう相対論的な時間の遅れみたいな話はあのとてもあの直感的には分かりにくい話だと思われていたんですが今の時計を使えばすぐに誰でもその違いをあの確かめることができるそれぐらい時計の精度は上がってるということです。 時計まあいろいろ火時計オベリスの火時計ですね水時計や砂時計、まあ、砂時計で時間を測ったやつがいるかっていうふうに思うかもしれませんが、えー、とマゼラン世界一周した時に彼は実は船にあの砂時計を積んでたそうですね砂時計であの時間を知っていた砂時計をひっくり返す時というのは大変だったと思いますけれども、まあ、それ以外にだから あのあの日にち時間を知る方法がなかったと,いうことです、ね、中世もう14世紀15世紀ぐらいにはかなり精緻、まあ、日時計も進化しますそれから控え仕掛けの時計もどんどんあの進化をしてだんだん正確に時を刻めるようになります。 で、ある時期まで、まあ現代の人にとって機械の、まあ僕なんか機械っていうとコンピューターのことを思い浮かべるのですが、ある時期まで機械の代表っていうのは多分時計だったような気がします。機械仕掛け、あるいは時計仕掛けというのは多分同じメカニズムをイメージしてたんじゃないかなというふうに思います。時計の精度が飛躍的になのは実は、あの、ガリレオが 振り子のの性というのを発見し,たして以来ですねこれはあのピザの大聖堂の,のランプが揺れてるのをガリレオが見てでこれを発見したと言われていますけれどもとガリレオはそジャストップウォッチを持っていたかっていうと実はそうじゃないですねガリレオは自分の脈拍を測ってこの振り子の当時性を発見したというふうに言われています。 でまあ、ただ振り子を時計の原理にするというのは極めてあの画期的なことで時計の精度は飛躍的に上がります。これはまあホエヘンス、まあ、科学者ですけどもこんなことも時計作ってるんですね。で右側にあるのはあの20世紀の前半1909年から1929年までアメリカでアメリカであり 利用されていた標準時計り時計で準、ね、まあ振り子が空気の抵抗を受けないように真空にしたりいろんな工夫はしているようですけれどもアメリカの標準時が20世紀の最初まで実は振り子時計だったっていうのは振り子時計がいかにあの時計の生活にとって画期的だったかを示すことだというふうに思います。 で標準時計っていうのは実は振り子から例えばアメリカでしたら1929年にはあの水晶発信って航空時計航空時計に変わるんですねこれは4つの,あの水晶時計を並べてる図なんですこれがあの標準値を決めていた現在では原子時計ですねセシウムを使ったでこれは国立博物館にあのレプリカがありますけれども これは、あの、1920世紀の後半、あの、中心的に使われてきたものですね。今でもセシウムは使われていると思います。で、時間の国際単位っていうのは、あの、決められて、で、昔はだから、あの、時間っていうのは、あの、まあ、暦に対して1年は、あの、 太陽の周りを地球が一周する時間を一年とする。で、一日っていうのは地球の自転、地球が一回回転するのをあの二十四時間とするいうのは基本です、それからあの時間、分、秒というのに降りていたわけです。今はもうそういう点は取らないんですね。まあ結果的にはその近似値になってるんですけれども、あのセシウムの あの性質を使ってあの時間を逆に定義するというふうにそういう逆転が起きています。で人間の時間感覚で大事なまあ正確になったって話をしましたけどもう一つ大事なことはその同時性という認識が特殊発達したということです。で時計 機械の利用が人間の時間感覚を拡大したと考えればあの同時性という概念がどんどん精緻になっていく過程で注意してほしいのはあの時間の正確さとあの同時性というのは別な概念ですねで最も,っともあの同じ時間を共有しているという感覚は何も新しいものではないと思いますただ どういうふうに同じであるのかそれを決めるのは実は自明ではないんですね。で一つの考えは人間が時計を通じて時間を知るのならば同じ時計に従う時に同じ時刻について同じ時間について語ることができるというふうに考えることですね。でこうした考え方によれば同時性の認識っていうのは実は時計の動機の問題。 動機によって可能になるというふうに考えることができます。最も,っともまあこれはもう少し後になってからの話で、あの歴史的にはの時間の枠組み自体の共通性というのはだんだんあの精度とか粒度があの粗いものから小さいものにどんどんなってって、最初の試みはあの古読みの同一性をグローバルに。 担保しよううとということから始まりまりで、それは、あの、1500年代のグレゴリー歴。これが要するに暦ですね。世界中で同じ暦を、まあみんなが使うとは限らないんだけれども、同じ暦に使うあの従って、何年の何月何日は同じ日に当たる。ということを、あの、グレゴリー歴は可能にしました。で、これ、 1582年の10月の,年の,10月の 1, 日1日2日3日4日はあるんですが4日の次は15日16日17日10日ぐらいぶっ飛ばしてるんですよね。うん、まあこれぐらいしないとあのそれ以前の、まあ、有利薄歴かなそういうものと整合性が取れなくなって という結構荒領地最初は荒領地ですね。でこういう形でしかしながら、まあ、教会で時計とか時間って意外と教会と結びつき深いんだよね。多分お祈りまあ、教会の時計ってのあのよく一緒にやりますあれは多分一生同じ時間にお祈りをあの時,刻時刻を決めてお祈りをするそういうことから来てるんでしょうね。 でまあ、このグレゴリー歴はあの日にち単位同じ日の流度同じ日をあの確認できるという意味での動機ですねこれがもっと流度が細かくなるのは時間ちょっとですけれども1800年代のグリーニッチ標準時の採用でこれは秒単位の動機をあのグローバルに可能にしました でこれは1800年代、まあ、イギリスがあの,のグリーン日チの時間をみんな一応そこを標準にしようという話で,、ね、でただこれはあの秒単位、まあ、日にち単位とこればだいぶ進歩したわけですけれども、秒単位の時計の動機をあのグリーン日標準時は可能にしたということです。ただ今はもう違うんですね。IEEE、e、の1588というプロトコルがありまして、 これは2000年代に21世紀になってから登場したものですけれども、ナノ秒単位の,あの時計動機を可能にします。GPS というのはヘクナノ秒単位の正確な時間を都外のデバイスにも送信できます。IWP1588 というのは基本的には GPS からの時,あの時刻、時間情報を受信して、 それをバウンダリーサーバーっていう、まあ、別のローカルなサーバーで受け取ってそれがまた、えっと、イーサーネットでネットワークであの時間を伝える。で、これはプレッションタイムプロトコル PTP o n イーサ e r n と呼ばれてますけれどもこういう形で GPS からバウンダリーサーバー r それからさらにあのネットワーク上にあの時間、時刻情報を伝播する。 でそれによってあのいろんなデバイスコンピューターやデバイスの時間を同期するっていう技術ですね。これが用されたのは例えばあの前回も少し紹介しましたけれどもセルンの加速器の観測で LHC っていうハドロの衝突器があるんですけどもセルン自体は演習が大和線ぐらいの巨大なあの施設で,であの時間がどうも合わなきゃしょうがないわけですよね。 まあ実際、去年かおととしいろいろなんか,なんかあの変なものを発見したって抑えになったのは実はどうも時間の動機がずれてたらしいとかそういう話がありましたけれども精密な観測にはその辺でもあの21世紀になってからあの人間の進歩は目覚ましいものがあります。 と時計動機ってあまり皆さん意識しないかもしれませんけれどもあの非常にあの大きな変化なんですよね。であの電力グリッドもの,あのコントロールでも時間の動機は必須です。それから我々にとって関係我々っていうのは IU の世界で関係が深いのはあの分散システム大きな分散システムを 協調動作させるためにはそのいろんな分散したあの単位ごとに通信が必要になるんですがそれは実はあの通信の遅れや途絶やいろんな問題を引き起こして本当は通信なしでも協調動作できることが一番望ましいですねでまあそれは難しいんですねただ時間それぞれが正確に同じ時を刻む時計を持っていれば 強調動作が可能になりますであとセキュリティだとかリソースの管理だとか決定論的にはこれはちょっと分かりにくいかもしれませんが、ね、先ほど言いましたように実は2つのシステムがあの強調して動くと例えば1つのシステムが完全に決定論的に動作するとしてももう1つのシステムまた同様に決定論的に動作するとしてもですね2つのシステムを一緒にしたシステムは 実は決定論的にあの動くとは限りません。なぜならばその2つのシステムの組み合わせっいうのはの多くはそのタイミング時間に依存するからですね。この問題もあのそれぞれのシステムが同じ時,刻時間を同期できるということになれば、えっと、この問題は回避できる可能性があります。 最も動機ってキリがなくてナノ秒単位でって言ってもあのナノ秒って言うと今の統計あの CP のクロックに近いんだと思いますけれどもあの完全に同じじゃないですね同じじゃない可能性はありますだからあのなかなかここまでで完全に終わるというわけにはいかないのは確かなんですけれども この,あの分散したシステム分散したデバイスの時計を合わせる技術っていうのはあの多分非常に大きな影響をあの IT 技術も与えるだろうというふうに思います。で今回はあの時計という機械と人間のインタラクションでそれが人間の感覚のか時間感覚を あの大きく広げたって話をしたんですけれどもそれは人間から見た場合の話なので機械から見ると、まあ、それはあの一面では人間の助けによって機械自身の精度があの極めて高いものになったということですね。でまあ、人間と機械の インンタラクションあるいは人間と機械の対話を人間の側から見るか機械の側から見るかによって見える景色がちょっと変わってくるんですけれどもこの人間と機械の協調する系相対として見た場合に何かの力を生るというのが大事なとこだろうというふうに思っていま,した思っています。で今の時点では人間の時間感覚と時計は切り離すことはもうできないんですね。 で、ある意味、人間と機械の関係が、最も広いところ、最も多くの人に日常的に浸透しているのは、あの、人間と時計の関係だというふうに思っています。まあ、あの、インタラクティブルークの話に入る前に、少し、まあ、こういう形で、機械と人間のインタラクションがどういうことを可能にするかっていうのを、あの、まとめてみました。次回ももう少し、 世界と人間の話を続けたいというふうに思っています。